オランダ第三の脅威が S のリングに上陸。青コーナーよりヒクレティアルチ入場。オランダからそのスペシャリストが登場。 WPKL 世界ウェルター級チャンピオンヒクレティアルチ。ダンス、さあ今リングインしました。オランダ虫のジムヒクレティアルチ。迎え撃つはご存知、天下無双のキラーロー、シーザージム土井ひろゆき入場。今姿を現しました。 S カップ出場を望む声も多かった中、今回はワンマッチに登場。さあどうだ、シュートボクシング世界ウェルター級チャンピオン土井ひろゆき。第11試合スペシャルワンマッチ、シュートボクシングエキスパートクラスルール3分5ラウンドを行います。青コーナー、虫のジム所属、 WPKL 世界ムエタイウェルター級チャンピオン、179センチ、 66.3キロ、ヒクリーティアーチ。赤コーナー、シーザージム所属、シュートボクシング世界ウェルター級チャンピオン、173センチ、 66.8キロ、土井ひろゆき。ジャッジ北谷俊介、大村克美、レフリー平直之。屈指のテクニシャン対決が実現しました。フィクリティアルチ対土井ひろゆきです。68キログラム契約、スペシャルワンマッチの3分5ラウンド、これは肘ありの過酷なルールです。さあ両者グローブを合わせた、黄色のキックパンツ、フィクリティアルチ、そして赤のロングスパッツ、土井ひろゆき。第1ラウンドのゴングが鳴りました。フィクリが右から入る、ローを返す土井です。さらにロー、速い攻撃、フィクリ行った。重田さん、はい、この回転の速い攻撃、ね、ヒクリは定評ありますよね。この連続攻撃ですね、そこからの膝ですね。膝怖いですよね。何しろ対日本人相手でも非常に成績が、いいんですよね、このヒクリティアルチ、ね、負けなしですね。はい、ちょっと今日本人ではウェルター級で歯が立つ選手がいないっていうのが現状なんで、まあ、土井選手はもうこれの試合に勝って、はい、日本で一番ウェルターで強いのは自分だというふうに言ってましたけど、まさにそうだと思います。それを証明する戦いになりましたよね。そうですね、一発一発がもうバチンバチンという音を立てています。あ、今肘を繰り出そうとしました、フィクリー。さあ三股さん、はい、この土井なんですが、はい、今日は非常に派手なロングスパッツできましたよね。ですね、もうやっぱりあのスパッツをこう新しくするときってなんかあると思うんですよ、気持ち的にも。突っ込んでの膝、この膝です。しかし今はよく土井が距離を殺していたのか。さあ吉高さん、やっぱりエスカップにも注目集まりますが、トーナメントの方にも。そうですね、ただね、今ちょっと土井の試合見てるんですけど、はい、よく見えてますね、技全部あのかわしてますから。そうですか、あのパーフェクトですよ。マジロで、あのビクリがね、多分これ飛ばしてるコーナーも当てると思うんですよ。ああ、そうですか。そこまで行きたいですね、今足効いてますよ。インローですね、足一発で効いたんで、はい、効いてます、効いてます、効いてるから対応できないんですよ。これは体勢が崩れる形になりました。土井、もしかしたら今の体勢でも何かを狙っていたか。肘、遠い距離からの肘、フィクリー左引いたんで、あのフィクリーがサウスポーに変えましたね、後ろ引いた。そして投げた、投げた、投げた、ポイント、ポイント、ポイント。ポイントが入っています、投げによるシュートポイントです。吉高さん、はい、もう最初に組んだ時点で土井はちょっと見ていたような気がありましたが。そうですね、でも見てたというかね、かわしてたって感じですね。さあ、引いて、かわしていた。で今の首も肘をもらわないようにうまくリーチしてるん で、あと足も潰れてますから、あのね、飛び道具だけ気をつければチャンスありますよ。なるほど、確かに戦前にも吉高さん、勝てない相手ではないという話が土井の口からありました。ね、足しか効かないですけど、足一発効きましたね。このローなんとか肘で挽回しよ
クするひっくりです。重田さん、はい、有効ですね、あのローはやっぱり。そうですね、それでやっぱりあの土井選手がすごくガードしながら、ガードの隙間から相手を見てるんですよね。非常に有効だと思います。さあヘッドロックのような体勢、ここからパンチひっくりです。この体勢のまま第1ラウンド終了のゴングを聞きました。両者ピクリはあの首相撲ができないですね。ああそうですか。首ができないんで、あの肘と得意って言ってもね、あの距離がないと持ってけないんですよ。あと怖いのはロングからの肘ですね、はい、でロングから肘でも、あの土井の場合はあの左右からの肘に結構強いんですけど、真ん中の縦肘に弱いんですね。なるほど。ただねピクリは真ん中の縦肘は打てないんで、多分、はい、今見てるとチャンスありますね。確かにそうですね、これは、投げで土井選手が最初にポイント、うん、このラウンドを奪ったシーンです。ふわりと腰の上に乗せましたね。いい形でしたね。高さも十分ありました。フィクリティアルチ、これによりポイントを奪われました。目がちょっとね、フィクリの目がちょっと泳いでますからね。あ、本当ですか。戻ってますよ、こんなはずじゃないと。今カメラが捉えていますよね。さあセコンドアウトの声がかかっています。いいな、今日の土井選手いいですね。いいですね、よく本当によく見えてますね。さあ三又さんからもいいな今日の土井選手はという言葉がありました。第2ラウンド、やはりあポイント取られているのが吉高さん、これ分かっていますね。フィクリー、そうですね、フィクリーはね、そして左の蹴りとかね、はい、左のチャランボとかそれしかないんですよ。右が弱いんで、はい、土井戦いやすいと思うんですよ。ああこの距離は大丈夫でしょうか。いいですいいです、今のうまく逃げてるんで、いいですね今の前蹴りも。遠い距離からローキック、フィクリです。あ縦肘、あれが怖いですね。先ほどそうですね、吉高さんから縦の肘は怖いよという言葉があった。あ一人下から突き上げるフック、重田さん、フィクリも徐々に立て直してきているようですね。そうですね、あとやっぱり土井選手が一番悪いパターンというのは下がってしまうんですよね結構。なるほど、それちょっと気をつけたいですね。左の足を掴んで倒していきました。フィクリティアルチ、肘、いいですね、今の肘も土井ですね、土井よく投げてますよ、はい、あフィクリも左の肘を返した。土井の顔面が少々流れるようになっている。さあ第2ラウンド残り1分50秒を切った局面です。肘大丈夫か土井。この位置からも膝があります。それをカットしている。今ちょっと肘をもらいましたね。入りましたね、はい、さあストップの声がかかっています。レフェリーブレイクした。さあリング中央に戻って土井の肘、外から重田さん、ひっくりのロングレンジの肘、見えないところからやってきますね。そうですね、やっぱ今土井選手今が踏ん張りどころだと思いますよ。そうですか。気持ちが引いてしまったら多分相手の攻撃まともに受けてくると思うんで、あこの辺りですね、しっかり返しながら踏ん張りたいですね。ここは下からは膝もきます、膝もきます。今回は元来の膝ですね。ここも1分切った。 68kg 契約、もともとの自分のフィールドです。土井博之、バカンという音、肘返しています。土井、ひくりも行く、ひくりも行く、連続。三又さんもガードの上からなんですがね。そうですね、でも土井選手はこの間の後藤選手の時に、はい、肘で、もう素晴らしい肘で勝ってるじゃないですか。ものすごい試合でした。今日また見たいですね。ひくりが縦肘、そして左の膝連打、赤のコーナーの周辺です。詰めていく詰めていくが、これもローブブレイク、ブレイクとなりました。縦肘です。非常に遠い距離からの肘、フィクリの肘は大きいですね。切れる肘じゃないですね。ただ切れるということは怖くないと思うんですけど。なるほど。あ今も第2ラウンド終了のゴングが鳴る直前ですね。肘を入れていったフィクリです。そして重田さん、はい、土井がちょっとこうこんなはずじゃないという表情にこのラウンドの、終了前にはなりましたね。そうですというかね、徐々に体力でフィクリの方が押し始めてますよね。あ体力の差が出ましたか。ちょっとねやっぱり土井選手が一番怖いのはね、受けに回る時がやっぱり怖いんですよ。自分から気持ちが攻めてる時はいいんですけども、受けに回る、今シーザー会長の劇がコーナーに飛んでるんですが、あ言っていますねシーザー会長、
今日後藤選手の試合の時も気持ちが前に前に常に行けば、はい、まあ、土井選手の本当にローとか肘とか有効なんですけども、気持ちが引いてしまう時があるんですよね。それがちょっと今心配ですね。キクリの方はもう1ポイント取られたことによって逆にアグレッシブになってますから、はい、さあセコンドアウトの声、まもなく試合は第3ラウンドです。さあ汗を拭っています土井博之、その胸中はいかに。ラウンド3開始直後に左のロー、そしてフィクリは膝連打でいきますが、吉高さん、ここまでの展開も含めてこの出だしからいかがですか。1ラウンドは、ね、土井良かったんですけど、2ラウンドちょっと、ね、圧力で押されて息上がりましたね、はい、ただね、これはね、挽回するには一発カウンター入れるとかそういうのしかないんですね。なるほど、勇気を持って入れてほしいです。勇気を持って入れればね、息吹き返すんですよ、人間って、後頭部への肘、これは平レフィリーが、はい、注意していますね。注意してますね、そうですね、あそこにもらうってことは土井選手が背中向けてるんですよね、まあ土井としては不本意な形で受けてしまったと言えるでしょう。さっきからね、組むときに土井選手がね、すぐ半身になるんですよ。あれがね、ちょっと心配ですね。さあ土井の気持ち、モチベーション、今現在リング上ではどうなっているんでしょうか。一旦距離を取りました。土井飛び膝、ダウンです。切れています。土井博之苦渋の表情、立てるか立てるか立てるか、立てない立てない立てない、土井がやられた。飛び膝一戦、3ラウンド1分27秒、3ラウンド1分27秒、ビクリティアルツ選手の KO 勝ちでございます。驚きました。菅田さん、はい、ビクリティアルツ選手の膝ですね。そうですね、やっぱりあの噂通りの実力者だと思います。これも右の飛び膝だったんですね。そうです、ちょっともう吹いつかれましたね。ちょっとこう土井の方も一瞬こう息を抜いたわけではないでしょうが、まあちょっともうスタミナがほとんど切れてたんで、集中力がやっぱり低くなってましたよね。その隙を突かれましたね。井端さん、はい、ああいう瞬間を逃しませんね、ひっくり。今目の前で見させられてちょっと恐ろしいですね。そうですね、まさに三又さんの今真ん前なんですね、はい、放送席。吉高さん、いや、ひっくりの恐ろしさいかがでした。そうですね、足効いてるし息も回ってるんですけど、そこはやっぱ外人とバネですね、バネ、まあ、圧というかね、圧力で盛り返しましたね。土井のローがね、一発で効いただけにね、はい、ちょっと自分自身も不利なところですし、土井自身も不利なところでしょうし、ちょっとあの圧力をうまくしのぐ、だから元の時のステップをね、はい、少し使えればよかったかなと、まあ、これ結果論です。なるほど、はい、確かに第2ラウンド以降少し様子が変わりましたからね、土井自身も、はい、いやそれにしても土井の顔面切り裂きました。ひくりティアルチ飛び膝一戦で土井博之を下しています。